あ、先生こんにちは。はい、マくん。はい、いいですか？用意は。Yes, I'm ready. はい。Thank you. 行きますよ。あらよっとっと。Alright, thank you. Hi everyone. Welcome to our 3-minute English. あ、皆さんよろしくお願いします。はい。はい。今日の先生、言葉。今日のフレーズはね、はい、何かな、はい、I totally forgot。 すっかり忘れてたですよね、うん、そうですね、はい、totally、 すっかりって意味があるんだよね、はい、I totally forgot をご紹介いたします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは早速先生、例文いいですか、うん、はい、よろしくお願いします。例文 examples、 はい、 1A、 Where are you? I've been waiting for you at the library for half an hour。どこにいるの？もう30分も図書館で待っているんだけど。 B. Oh shoot! I totally forgot. I'll be there in 10 minutes. Sorry! あー！やっべー！すっかり忘れてた。10分で行くよ！ごめーん！感情たっぷり、素晴らしいね、文句でしょ、いいでしょ、うん、はい、okay、では、example 2つ目の例文ですか、はい、お願いします。 example 2A、 はい、 Do you remember the deadline for the report is today? レポート、うん、の締め切りが今日だったって覚えてるよね。 Oh no! 忘れた？ちょっといかんですよ、それ。 Oh no, I'm so sorry. I totally forgot. ああ、申し訳ございません。ああ、すっかり忘れていました。本当に。はあ。その通りですね。はい。I totally forgot. I forgot はね、よく忘れたとか忘れてたとかって意味があるんだけど、はい、totally を使うと、はい、すっかりっていうことが出るんだよね。なるほど。うん、というよりですね、うん、先生、うん、今日の僕の和訳どうでした？感情たっぷりですよ。素晴らしかった。It was excellent。でしょ？私のね、ライブの読み方よりもずっとずっと感情こもったから、でしょ？練習しなきゃいけないなっていうふうに感じちゃった。トムさんに頼まれたんですよ。うん、急に。うん、今日からこれシリーズ化するんですか？そうよ、うん、今日からね、記念すべきね、第1回目ということでね。そうなんですか？そうこれ砂時計なんですか？これん砂時計は僕、まあ、とりあえず、うん、これ僕のですよ。あ、これモン君の借りてるんだよね。そうなんですよ。これね、すっごくずっと探してたの、この砂時計ね。でもこれ3回会話だから。3分うん、これ今日僕持って帰りますよ。まあ、置いといて。とりあえずスタジオに置いといてもらって。これ僕の宝物なんですもん。 I know, I know, but we need this. This is really important for this 3-minute English、うん、なんてかなこの3分英会話でね、やっぱりこう、あ、3分経った。はい、帰りすぎ。 OK, thank you very much for watching.